湾岸ヤトインターチェンジは愛知県ヤト市にある伊勢湾岸自動車道のインターチェンジである。豊田方面への入り口と同方面からの出口のみを持つハーフインターチェンジである。東 IC から四日市ジャンクション方面へは連絡しないため、隣のヤト基礎先 IC を利用する。計画では、東外 IC とヤト基礎先 IC を合わせて、鍋田インターチェンジと称した。 つまり二つのハーフ IC を合わせて一つのインターチェンジとして計画されていた。当該 IC は鍋田た干拓地に付設された。そのため IC 周辺の地盤高さは TP-1.0 から1.5メートルと海抜以下である。当該 IC に限らず、飛島 IC から木三川付近に至る伊勢湾沿岸の区間は江戸時代以降、 人為的に造成した埋め立て地や、干拓地を通過することで、おおむね海抜ゼロメートル前後の地盤高さである。IC は、愛知県野富や町園、競争場トレーニングセンターに隣接することで、鳥類保護や防音への配慮からインターは車高フェンス、内視高層車音兵器で覆われている。また、付近一帯は、鳥獣保護区に指定されている。 愛知県雅宮町園から見た湾岸雅宮、インターチェンジ。霊園運用は、時間帯やメンテナンスなどの事情によって変更される場合がある。ありがとうございます。